方、欧州1部リーグの主力日本人、今夏のプレミア移籍が急浮上。ベルギー1部ユニオンサンジロワーズに所属する町田浩樹に対し、プレミアリーグの複数クラブが関心を示しているようだ。ベルギーのジャーナリスト、サシャ・タボリエリ氏によれば、町田に興味を持っているのはノッティンガム・フォレストとクリスタル・パレスの2クラブだ。グラスナーのクリスタル・パレスは魅力的だな。来季は上位に食い込む可能性もあるし、いけるならレギュラー争いを勝ち取って日本代表でも3バック陣の中心になってくれ。日本代表選手たちがどんどん強豪リーグに移籍して経験値が上がるのは心強い。あとは経験値の高い監督だけだな。この2択なら絶対パレス。長い歴史を持ちプレミア常連、たまに聖切りするしグラスナーは有能感ある。試合出れるかわからないトッテナムや弱体化確定してるブライトンよりもいいと思う。個人的にクリスタルパレスで見てみたいと思っている。町田がプレミアに移籍するとなったらまた一つ楽しみが増える。左利き190センチのセンターバックは他にほとんどいないよね。その上でレギュラーで出れるチームでステップアップしてほしい。クリスタルパレスはいけたらいいクラブよ。結果を残せばそこからのステップアップも望めるはず。いつの間にか日本人選手の代表格に DF がなってきている。昔では考えられないことだよな。いつか日本人選手といえば FW と GK という日も来るのかな。町田浩樹はプレミアでもそこそこ通用しそうな気がする。少なくとも橋岡よりはいけると思うな。町田の場合、プレミアリーグの他クラブに取られるくらいならブライトンが強奪する可能性高そうな気がする。下位チームとはいえ、プレミアの世界最高レベルの攻撃陣と対峙できるのはでかいよね。高さは今でも魅力的だから、プレミアの強度を身につければ活躍できそう。クリスタルパレスに行ってほしい。橋岡みたく移籍して降格だともったいない。